モスクワにあるソロベツキーの石サンクトペテルブルクにあるソロベツキーの石ソロベツキーの石はモスクワのルビアンカ広場に置かれた記念碑。ソ連のグラグの一つソロベツキー強制収容所が置かれたソロベツキー諸島から運ばれた大きな石である。1990年にソ連における政治的抑圧の被害者を記念して設置された。 ルビアンカ広場でソロブツキーの石の除幕式に合わせて、スターリンによる政治的抑圧の犠牲者のためのパフォーマンスを行う、グレブヤクーニ人ロシアの NGO、メモリアルによれば、1974年に政治犯たちがソ連政治犯の日を定めたことを記念して、1990年10月30日に、混流された。1991年には、 ロシア最高会議は公式に10月30日を政治的抑圧の犠牲者の記念日に定めた。2002年にはサンクトペテルブルクのトロイツカヤ広場に新たなソロベツキーの石が設置された。これはエフゲニー・ウクナー・リョフがデザインしたものでペトログラード・レニングラードにおける政治的抑圧の犠牲者の公的な記念日として知られている。この10トンの花崗岩の巨石は元は ソロベツキ強制収容所の処刑場から50メートル離れたところにあった。いわば、グラグの囚人たちへ、共産主義テロルの犠牲者たちへ、自由の党首たちへという言葉と、アンナ・オフマートバの詩、レクイエムの一節、ゼー、が刻まれた磨き加工岩の台に置かれている。記念碑は2002年9月4日に、サンクトペテルブルク海府300年祝賀に合わせて公開された。 ソルベッキーエンサイクロペディアによると、ウクナーリオフト記念碑を企画したロシア国会議員、ユーリー・ルイバコフは10.4トンの巨石を8回のソロベツキー諸島から輸送する費用も含めてすべての費用を個人で負担したという。サンクトペテルブルク市当局は、市の開府300年祝賀のために相当長くの予算を割り当てていたにもかかわらず、記念碑に対して 一切の資金援助を行わなかった。ありがとうございます。